ザ・フラワーーストーリーズ小山です、えー、今日の作品なんですけども、えー、やはりこう上を非常に強調した作品にはなっていると思います、えー。ただ今回はですねより上を強調しまして、えー、この中心にグリーンで伸びているう、まあ、これ葉っぱではないんですけど枝物なんですけども「徳沙」という、えー、グリーンが 直線に全部伸ばしてもう長さを極力出すように、えー、いけてますで、まあ、その間に、えー、こちらが金魚草、えーまあ、嫁でスナップと呼ばれている、えー、売っているお店も多いと思うんですけどもこちら赤ですねでこちらが、えー、ダリアの一種で、えー、シェリーリタという。 品種になりますこれもやはりこのの金魚ににもすすごい近い近赤になりますでちょっと今分かりにくいんですけども同じダリアでこのシェリー・リタとまた別の品種で「コクという、えー、このダリアはちょっと丸っぽい感じがするかと思うんですけどももうちょっとこう八重咲きのようなこう横に広がっているような、えー、ダリア2種類入れてます。 でこれ、何で2種類入っているかと言いますと,、えー、ちょっと画面上だと分かりにくいかもしれないんですが微妙に色のトーンが違ってます。でこれは、えー、例えばこのバラですね、えー、赤バラ含めまして、えー、この入っている全体の赤のこうどういったらいいんでしょう、えー、中和させるといいますか、まあ、調和がうまく取れるように、えー、微妙なこのトーンの違いなんですけども 赤バラと金魚草とすべ、えー、ての色を混ぜたときにこうパッと一瞬で見たときにどういったらいいんでしょう,こう強弱がつくような、えー、色を出したかったのであえて、えー、違う品種の色のトーンが違うというだけで、えー、このダリアを2種類入れてみました。であとはですねこちら分かりますでしょうかあのクッカバラという葉っぱなんですけども。 これは通常ほとんど、まあ、こちらが正面になりますんで、えー、ちょっといじりますと通常ですとまあこういう形で入っていることが多いのかなと思うんですけどもこれはあえて、えー、こちらの面をですね、えー、この上に伸びた特差のラインの中にどういったんでしょうちょっとこう重みを出すといいますかドシンと下を安定させるような意味で、えーまあ、あとはこの。 ひらひら感がすすごい可愛いですよねこのクッカバラという葉っぱはですからこれを生かす意味でもあえてこの正面に全部貼り付けるような感じで生け、えー、てます。で、えー、先ほどもお説明したんですけどもこの徳沙が今回かなり長く生けてますんで、えー、下のこのカキを見ていただくと分かるんですけどこのパイに対してこの高さというのは ちちょっっとバランス的にに不安定になっちゃうんですねでそこで、えー、このドラゴン、えー、柳の一種なんですけどもこれをこれも通常はもしかしたら、えー、今これ全部内にこのカールがこのドラゴンというのは非常に味があって、えー、僕も好きでよく使うんですけども本当はこのカールを生かすんあれば外にこう持ってった方が動きが出ていいんですけども。 今回はあえてこの長さをちょっとこうやはりこの先ほどのクッカバラと一緒で安定感を出す意味でこう内側に向けて全部いけてます。で、まあ、その周り下の方ですね、えーまあ、これはユ、えーカリあとはコデマリこれは色付けでまあ白がすごい綺麗ですので、まあ、全体の赤のトーンをちょっとこうなじますような意味でいけてます。でえー、これもやはり今回 何度も言いますけれども上が高いということで、まあ、少しでもこの下の,のこの花器に対して底辺と言いますか安定をさせたいということでこれがスチールグラスという、まあ、本来一本の、まあ、長い葉っぱなんですけれども、まあ、葉っぱの一種ですねでこれをちょっとこうループ状に丸めましてこの花器はまあ実際今ここまでです。なんですがこの えー、スチールグラスでループを作ることによって、まあ、下記に見立てて下の土台というかベースをです、ね、ここまで広げることによって、えー、最終的にこのトップの一番高いところとこの底辺っていうのを、まあ、バランスをとっています。もちろんあのデザイン的なものもあるんですけどもやはりパッと見てバランスってものすごい大事だと思うんですね。で先ほど言いいいまししたこのののの色合いっていうのも大事ですし、まあ、その辺の2点 を踏まえて今回作業をいけてみました